アストロ、ムンビンさん告別式はいつ？ファン必見の葬儀実況中継サイト。アストロの人気メンバーだったムンビンさんが、25歳で突然他界しました。ファンは、惜別の気持ちを新たにしたと同時に、告別式の日程や会場を知りたがっています。ウェブライターとして、私は、告別式に関する正確な情報とともに、実況中継の企画を立案いたしました。告別式の日程や会場については、所属事務所及び遺族との協議に基づいてのみ発表されると思われます。ウェブサイト及び SNS を通じて、ファンに適切な形でお知らせいたします。実況中継では、会場の花束や写真、弔辞などを掲載。ファンが参列できない告別式であるからこそ、できる限り臨場感を提供いたします。また、追悼コーナーを設け、ファンの思い出の投稿やお別れのメッセージを募集します。業界関係者の改革訴える意見も集約し、業界のあり方を考えるきっかけとしていただければと思います。告別式後には、遺族や所属事務所と協力し、ムンビンさんの遺品展やメモリアルイベントの開催を検討しています。ファンが、惜別の気持ちを表出する場を提供できればと考えています。ムンビンさん、本当にありがとう。25歳夢に満ちた年齢でした。あなたのが、少しでも、この協会の変化につながることを信じています。ウェブライターとして、ファンに正確な情報と寄り添いを提供することが私の役目だと考えています。ご質問や要望がありましたら、コメントにてお伺いいたします。一人の人生が終わった今、できることを精一杯させていただきます。アストロ、ムンビンさんの告別式はいつ？様々な意見が、早く日程を知りたい。ファンが参列できるようにしてほしい。で配信してほしい。業界の関係者も改革を訴えてほしい。遺族の気持ちを第一に考えてほしい。プライバシーはどうするのかな。花束の写真くらい見られるといいな。メッセージを残せる場があればいい。追悼イベントもやってほしい。25歳まだまだ夢があったはず。天国で会えるといいな。本当にありがとう。大切に思い出す。胸が痛い。また会えると信じたい。業界を変えてほしい。二度と、こういうことがないように。いつ告別式なのか教えてほしい。正真正銘の報道が見たい。一人の人生が終わった今。寄り添ってくれるメディアが見たい。業界の実情を変えてほしい。コメントや要望を、追って報道してくれるといい。衝撃。アストロ、ムンビンさん告別式の日程が決定。ファンの皆さん、どのようにお感じですか？記者として皆様にお伝えする情報が入りました。アストロの人気メンバーだったムンビンさんの告別式の日程が、遺族と所属事務所により決定されました。ファンの皆さん、このニュースを受けて、どのようなお気持ちでしょうか？コメントにてお聞かせください。記者として、次の3点について、皆様のご意見を伺いたいと考えます。一、告別式への参列を希望する方は多いと思いますが、配信なども検討いただきたい。二、業界関係者には、告別式で改革に向けたストロングなメッセージを発してほしい。三、ムンビンさんの突然の起に、業界の改革を訴え、アイドルの生存権を議論する必要がある。告別式の詳細については、遺族との協議に基づいて公表いたします。プライバシーに最大限配慮いたしますが、ファンが、惜別の気持ちを表出できる機会を設けたいと考えています。ムンビンさん、本当にありがとう。25歳夢に満ちた年だったはずです。あなたのが、少しでも、この協会の改革につながることを切に願っています。記者として、真相解明と正確な報道こそが使命です。一人の人生が終わった今、できる限り真実を伝え、ファンの皆様と共に悲しみを分かち合いたいと考えています。
ご意見や疑問がございましたら、コメントにてお聞かせください。ムンビンさんとファンの皆様の思いが実現するために、記者として、微力ながら努力してまいります。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。